こんにちは、横浜のジーパントップです。今日はリーのジージャンのこのボタンについてお話しさせていただきます。普通ね、これリーバイスなんですけど、ジージャンなんかはこの部分カニになってますよね。まあ普通カニになってるのが普通なんですけど、リーのジージャンだけ、どうやらここの部分のみ見ます、プラスチックになってます。他の部分はね、こうやってよいしょ、金具のボタンがついてるんですけど、リーだけここのボタンがプラスチックです。時々ね、このプラスチックのボタンを金に変えてくださいというご相談を受けるんですけども、まあそうしたら偽物になっちゃうからよしなよっていう話はさせていただいております。まあなぜここがプラスチックなのか、リーのジーンズはね、どちらかというとカーボーイ向けに作られているそうです。カーボーイが馬に乗るとき鞍を使いますよね。その鞍を傷つけないためにわざわざプラスチックにしているそうです、ね、ちょっとしたことなんですけども、多分こういう金具のだと、鞍が傷ついてしまってダメになってしまうと。鞍というのはやっぱりかなり、重要なもので、まあ、日本の侍の刀みたいな位置づけなんですかね。そういうわけでリーはプラスチックのボタンがついています。まあ、聞いてしまうとね、うーんっていうような話なんですけど、そんなこだわりのあるリーでした。京浜急行杉田駅そばのプララ杉田2階ジーパントップです。ジーパンのことならご相談ください。ご来店の方お待ちしております。それでは。